今のは。きな臭くなってきやがったぜ。さっき春日屋さんから連絡のあった司法官さん。いや、ちょっと待ってよ。今のイメージだってさ、どう考えても、あ、この人はお孫さんだよね、きっと。はい、そうです。ああ、やっぱりそうだったんだ。ニュースを見てびっくりしましたよ。まさかおじいちゃんがデザインした春日くんがこんなことになるなんて。おじいちゃんもびっくりしてました。え、おじいさんって？そのおじいさんの性別が問題だぜ。性別じゃない、国籍。ああ、僕は孫の正則です。おじいちゃんはもう漫画家としては引退してますけどね。あ、そうなんですか。それでいくつかお話を伺いたいんですけど。ああ、はいはい。僕が聞いた話になりますけど、それでいいですか？え、それで結構です。いや、困ります。春日くんをデザインした理由は？そりゃもちろん頼まれたからですよ。もっとも1年間春日屋さんのお菓子を買い放題だし食べ放題だって言われてからが真相みたいですよ。誰かさんみたいだな。うん、なるほどね。そりゃあ私でもやりますね。はい。おじいちゃんが春日くんをデザインした時に参考にしたものとか何かありますか？そうですね。おじいちゃんって意外といい加減な人だったし、その辺のことは。あ、わからないんであればそれでいいですよ。いや、困るんだよな。あ、どうもすいません。次にいらっしゃる時のために調べておきますよ。裁判明日なんです。よろしくお願いしますね。これ裁判の途中でひっくり返るパターン？まあ普通裁判1日で終わらないしな。そう簡単には終わらないよね。だから裁判と裁判の間で新たに出てくる証拠みたいな。でもそんなこのゲームではなさそうなんだよな。一気にやっちゃう感じがあるから。原画はあります？あったら見せてほしいんですけど。あ、すみません。それ書いたのはものすごく昔のことなんで、どこにあるんだか。次までに探しておきますよ。え、よろしくお願いします。ああ、そうだ。え、どうしました？できれば原画を作成した日か、原画を春日屋さんに渡した日も分かるとありがたいんですけど。わかりました。それはおじいちゃんに聞いてみます。おじいちゃんのこと。あなたのおじいさんのことについてお話を伺えますか？それでしたらおじいちゃんに会ってみますか？だったら全部おじいさんから直接聞きたいよ。おじいちゃん。ま、おじいちゃん、お客様だよ。ご挨拶しないと。ああ、どこの編集さんかの？は？おじいちゃん、この人はね、編集さんじゃないんだよ。は？もういいから。ひょっとして？ああ、違います。ああいうことをやっては人の困る顔を見て楽しんでるんです。はあ、そんなわからんちゅうね。まあそのおかげかどうかはわかりませんが、あの年齢で未だに病気一つありませんからね。元気なもんです。きっと僕より長生きしますよ。はあ、自分が人を困らせるのを見ては楽しんでるくせに、自分が困るのは大嫌いなんですよ。あの年齢になってもいつも人を出し抜くことばかり考えているんですから、まったく困ったもんです。でもまあやりすぎはしませんし、おじいちゃんの唯一の趣味ですからね。もう諦めてますよ。いやー、ちょっと待てよ、じいちゃん。じいちゃん、いいことにハゲちまってんな。あのビジョンで見たのは、
金髪だったんだよね。まあ髪を染めていた日本人っていうのもありえなくはないけれど、年代にしてみたら70年前でしょ。あ、でもさっきこの時代と考えるのは間違えてんのか。擬人なんかが発達している時代だから70年前が何年かはわからないよね。うん、なのでそこを考えるのはちょっと違ってるか。だから当時のおじいさんがインターネットかなんかで海外のアニメを見て、それからインスピレーションを受けて描いたっていうような感じか。逆にね、あれは今回だって、まあ訴訟を起こした側のアニメの制作、キャラクターデザインをした人物で、その人がまあネットを見て、ネットにあの春日くんのホームページあったじゃない、ってことは見れるってことだから、それを見て、あ、これいいなと思って書いたっていうこの今ことと、でもう一個今追加で出てきた情報で、人を困らせるのが好きって言ったの。でも自分が困るのは嫌だ。で、人を困らせるためには何でもするようなこと言ったから、これじいちゃんやったんかっていう、その疑いが出てきたね。うん。で結局おじいちゃんから直接会ったのに何にも聞けなかったっていう。はあ、返す言葉が。今はあんなんですけど、昔は相当頭が良かったらしくて、法律にも詳しかったみたいですよ。おっと、法律？ええ、抜け道を探すのが面白いとか言ってましたけど、法律に抜け道とかあるんですか？はあ、いや、ないことはないんじゃない。だから ないことはないんじゃない。だからあるでいこうか。まあないことはないっていうのは、こうすることによって実質やっていることよりも刑が軽くなるとか、それに当てはまらないとか、そういう意味合いでの抜け道っていうか、決めてある分だけ抜け道もあるらしいですけどね。でも実行したらダメですよ。オッケー、オッケーではないんだよな。次来る時まで彼は情報集めといてくれるって言ったけど、次っていつ？これ今日中にもらえる情報？ところで、浦島君から事務所宛にメールが届いてるぞ。今読み上げるから少し待ちたまえ。この度、春日屋著作権裁判の原告弁護士を拝命いたしましたので、ご連絡します。つきましては起訴状を添付しておきましたのでご覧くださいということらしいが、浦島君を相手に数自信はあるかね。誰誰、浦島って前回の女の子の名前すらも覚えてないんだけど、ゴブゴブですね。おお、桃田君が今更そんなことを言うとは。そんなこと言われても。うん、まあまだ裁判まで時間はあるんじゃ、もう少し調べてみることじゃな。起訴状を読みますか。
ザースターズの著作権保有者である株式会社ツアーズコミックスは春日屋で使用している春日くんキャラクターの使用停止と賠償金1億円を請求します。出たなんやこれ、シャレにならんで。1億円ってどういうこっちゃ。桃田くんまだ情報が足りんようじゃ。資料を読むかね。え、どの資料を読むかね。起訴状は今見たね。原告、ああ見たわ。ということは被告、ああ無駄時間。証拠一覧、あパンフレット、はいはい。こないなの出してどうすんの。いやいや、見れるものは見といた方がいいよ。あれ、それ以上見れないの。なんだよ、それだけかよ。いまいち興味ないな。これは似ていますよね。ケンジロウになるといい。HP だってホームページに飛ぶだけなんだよな、きっとな。うん、選択することで時間が減らされるんだよね。春日くんに似てるのか、春日くんに似てるのか、春日くんが似てるのかわからないけど、そっくりだわん。サビ喋ってくんねえんだ。また出かける。あ、4時50分になっちゃった。いや、4時間50秒になっちゃった。違うわ、4時50分になっちゃった。やっと材料を見つけたみたいだピ。でもまだまだこれからだピ。あ、出かけるわけではないんだ。なんだろう、コマンド、ここまで戻らなきゃいけないのか。そうかこれでケンジロウでホームページになるのかな。ホームページ見たら急ぐんだわ、今回は時間が勝負だわ。ホームページ見てもな。意外なところにヒントがあるかもしれない。あのおじいちゃんが何か関係しているのって何かある？クーロン城の思い出ってなんだよ。アニメで知ろう星座の豆知識はもう絶対関係ないよね。銅像好き集まれ、銅像好き。硬くて冷たいのが好きな人のホームページどういうこと。どうせ銅像じゃなくてもよくない。面白短冊、おじいちゃんの髪の毛が生えてきますように。切ないです。来週結婚式です。羨ましいでしょ。羨ましいけどそんなこと書かれても。返信したいです。一生懸命書いてある雰囲気が好きです。巷で見つけた面白短冊大募集。いやー、何もないか。もう一回じゃあ行くか。ちょっと外出るか。ベンジー、全然進んでないピ。そうな。お孫さんから情報、新しい情報をいただけなきゃいいだろうか。まあとりあえず春日屋行くけどね。今回のクライアントだピ。こんにちは。あら、あなた何してるの。浦島ってお前か。依頼人と話しに来たお菓子を食べに来たって言ったら、ふーん、
そんな余裕があるのね、みたいに言われそう。まあ、正直に依頼人と話しに来たで。依頼人と密接に連絡を取り合うのは弁護士の基本でしょうが。あんたこそ何してんのよ。私は原告代理人として起訴の挨拶に来たのよ。まあいいわ。ご主人、私はこれで失礼します。何を言われたんですか。まあ、簡単に言や裁判で勝ち目はないんだから金払えってことだな。な、安心しな、きっちり断っておいたよ。何のつもりや、あいつは。まあ、大したこともできねえが、これでも食べてくんだ。やっとありつけた。食ってる場合じゃねえんだよな。美味しかった。落ち着いたかい。あ、はい。いいかい、人間腹が立ってる時はいい知恵は出てこないんだよ。そういう時はうまいもん食って気を落ち着かせるのが一番ってもんさ。よくわかりました。なんていい人や。この人は助けなあかん。で、今日は何の用だい。新しい情報。さあ、そうだな、特にこれといって目新しい話っていうのはないんだけどよ。あ、いや、別に無理に考えてくれとかそういうことじゃないんで。お、そうかい。大して役に立たなくて悪いな。気にしないでください。世間話。世間話かい。いきなりそんなこと言われてもな。例えばですけど、についてはなんだそうですけど。っていうことなのかい。こいつは知らなかったな。何の話をしたんだ。じゃあ、他にも調査がありますので、今日のところはこれで。おう、そうかい。大したこともできねえのに、何回も足運ばせて悪いな。これも仕事ですから。では、失礼します。はいはい。じゃあ行くよ、マップ戻って。さあ、お孫さんが情報をくれるでしょうか。どうも。今日はどんなご用ですか。お願いです。今度の裁判で証人になってください。いきなりですね。で、証人ですか。ええ、春日谷さんを守るためにも、ぜひ。わかりました。僕も春日谷さんのお菓子は大好きですからね。前回伺った際にお話しした原画とかが見つかったかなって思いまして。ああ、実はまだなんですよね。古い漫画とかはたくさん出てきたんですけどね。懐かしいなって読み始めたら、あちこちに春日くんが出てるんですよ。ところで、今日はおじいちゃんは。ああ、今日は出かけちゃったんですよ。たまに出かけるんですよね。いきなり車で外出しちゃうんです。自分で運転ってことはなさそうだけどな。運転手付きの車。おじいちゃんがいくら売れっ子だったからって。とりあえず裁判の件はよろしくお願いします。じゃあ失礼します。古い漫画に出てたっていうのはちょっと気になるところだね。竜宮法律事務所に行けるようになったみたいなんで行ってみましょうか。竜宮法律事務所。浦島さんの事務所だピ。あら、珍しいお客さんね。聞きたいことがあるんだけど。こ
今回の裁判でこちらが負ける要素は何もないんだから、何でも聞いていいわよ。ムカつくやっちゃな。うん、そっちの言い分。あら、首相の心がけね。自分の意見を言う前に相手の意見を聞くなんて。確かにこちらが拘束よ。だけど春日君は法的な保護を受けていないので、こちらに分があるの。そういうことか。それは失念していたわ。現在アメリカだけだけど、今後日本での放送予定もあるし、商品展開も予定しているわ。だから本音では今すぐキャラクターの使用を差し止めたいくらいなの。でもいきなり使用を差し止めさせることはできないし、日本人に馴染みがあるようだしね。だから特別に猶予期間としての時間をあげる。ただしこちらとしてはその間キャラクターを使用させているだけではビジネスにならないわ。だからこれまでの使用料プラス差し止めが成立するまでの使用料を払ってもらいたいということよ。それで使用料は原作の初出時からということで計算したの。それが現在の請求額になるわけ。どう？分かってもらえたかしら。ちょっと待てよ、原作には載っていないアニメだけのキャラクターだって言ってたよな。オッケー。変なこと聞きたがるのね。原作には登場しないけれど、壊れていたところを主人公に拾われて修理された人型のロボットよ。アニメの中で与えられた役割は主人公のサポート役。特徴のある動きと声で今では主人公をしのぐほどの人気ね。デザインしたのはアメリカで一番人気があると言われているグラフィックデザイナーで、ジョン・レイス氏よ。アニメ制作現場のスタッフがデザインした、ありがちじゃないのが受けているみたいね。臭いね。これまでもそうだったらしいけど、今後はこれまで以上に注目を浴びることになりそうね。こんなところでいいかしら。基本的にはキャラクタービジネスね。書籍はもちろん、児童用玩具とか各種食品、さまざまなジャンルでビジネス展開をしてるわ。他にもコマーシャルのイメージキャラクターとか、本当に幅が広がってるの。その利益はとんでもない額よ。そちらさんに請求した額以上の利益を上げてるわね。せやったら見逃せっちゅうねん。OK。 いや、今回欲しかった皆川先生の情報が手に入ってないけど、まあ、一回帰るか。ただいま。今戻りました。おや、桃田君お帰り。成果はどうじゃ。まあまあです。ほう、じゃが裁判までは間がないぞ。なるべく急ぐようにな。そろそろ追い込みの時期じゃ。急ぐんじゃぞ。起訴状を読みますか。え、また読むの？ザ・スターズの著作。あれ、時間戻ってない？残り時間どういうことだ。これ以上何があるんだろう。